はい、どうもブリスベンの石井です。今日はね、また空港でアルバイトの日で、まあ、そんなわけで今私ウーバーを家の前で待っております。 Going down? Oh, okay. さあ今ね、ウーバーを降りて空港に着きました。じゃあね、ちょっとね、ターミナルの中に入りたいと思います。なんかの到着便で人がいっぱいいますね。とりあえずちょっとね、上に上がりたいと思います。前回ね、行けなかったエリアなんですけど、ここなんかこっちの方がね、綺麗でしょ。なんかいろいろね、お店があって、カンタス側の方がね、なんかこうね、いろいろシュッとしてるんですよね。で、今私が向かってるのはカンタス側のフードコートなんですけれども、そこになんかラーメン屋さんがあるらしいんですよね。ちょっとね、行ってみたいと思います。ここがそのフードコートですね。なんか前回パイを食べたフードコートよりね、全然雰囲気がいいですよね、こっちの方がね。あった、日本ラーメンだって。どんな感じだろう。結構するね。美味しそう。でもまだね、普通に働いてた当時はまだこのラーメン屋さんなかったんですよね。なんかまあ店自体はあったんだけど、営業はしてなかったんです、とにかく。まあだけど今ね、なんか全部フルに営業してる状態で、私がいた時よりもね、もっとなんか活気が戻ってるっていう感じはね、こういうとこからも感じられますよね。そんなわけでですね、こちらのラーメンね、だいぶちっちゃいんですけど、このぐらい、このぐらいの大きさなんですけど、ちょっとね、いただきたいと思います。ちょっとすごいなんかぎゅうぎゅうに詰まった感じ。おお、いただきます。普通に美味しいです。なんだろう、期待以上に美味しいですね。でもこれちょっとディーネコさん食べれないな、これ辛いもんな。ちょっとなんでこんな辛いのかな。すごい激辛とかじゃないんですよ、ピリ辛なんですよね。ちょっとね、ディーネコさんみたいに辛いのが弱い人だとちょっと辛いと思っちゃうかも。チャーシュー、チャーシューも美味しいですね。チャーシュー嫌いなんですけど、食べるのかないかな。そんなわけで食べ終わったんでね、今からお仕事に向かいたいと思います。はい、今ね、休憩の時間なんですけれども、今日もね、ちゃんとジェットスターね、私の後ろに来てますね。ハイチュウすげえ人気だね。なんかね、最近空港にね、ハイチュウ置いてある店すごく増えてるんですよね。うちのお店もね、マネージャーがすごい好きだから、ハイチュウめっちゃ種類があります今。この私の後ろに見えるトイレがね、すごく景色がいいところなんですよ。それにしてもね、本当空港ってやっぱね、たまにだからいいなと思うんですけどもね、やっぱりシティとはまた違う感じですよね。本当お客さんの層とかもね、まあ、シティだとうちの店の場合特にそうなんですが、まあ、ホームレスとかね、すごいいっぱい来るんで最初はね、すごい怖かったっていうか、嫌だなと思ってたんですけど、まあ、だんだんもう慣れてきちゃいますね、なんかね。あまりにも多くって。でも空港はね、ホームレスはいないんですけども、独特のね、またお客さんの層なんで、まあ、なんかちょっと
チンピラヤクザっぽい人とかね、まあ、そういう方もいるし、ちょっとね今逆光で肌が汚いのとかすごいわかるんですけども、二重枠だしね、でもすごい景色がねいいので皆さんにシェアしたくってね、この景色ね。 And we expect boarding to commence in approximately 10 minutes. This will happen through gate number 27 on behalf of the entire gate.まあそんなわけでね、もうそろそろ休憩終わりなんで戻ろうと思います。終わりまして、今ねこのビジターパスを返しに行きます。木曜日ってね、夜何気に混むんですよね、こんな感じでね、うん、今日の夜はね、あの朝仕込んだクリームシチューがお家にあるので、それが晩ご飯ですね。さあ、今からバスに乗って国際ターミナルに向かいます。いやちょっとやっぱさすがにね、もう寒いです、本当寒いついでにね、あのコーヒークラブでちょっとホットチョコレートでも買っちゃおうかなと思います。いや、いただきますこれ。うん、なんか体に染みます。なんかね、寒い日にねこういう味いいですよね、本当。久々のクリームシチューでございます。